サカテカスはメキシコの都市、サカテカス州の州都、町の大聖堂をはじめとする歴史地区はユネスコの世界遺産に登録されている。標高約2250メートルの高地に位置する。16世紀にコンキスタドレスによって銀山の開発が行われ、メキシコ有数の鉱山都市として発展していった。19世紀前半。 独立戦争中に鉱山が荒廃したため一時生産量が低下したが、間もなく生産力を回復させた。当初スペイン人はグアガラハラを経由してサカテカスに来ていた。1540年、ヌーニョ・デグスマンがメキシコシティから現在のミチョアカン州、ハリスコ州に該当するエリアを征服しながらサカテカスにやってきた。 グズマン軍の大佐の一人であったクリストバルデオニャテが現在のグアダラハラに該当する場所を征服した。他にもペドロ・アルミンデス・チリノス・パラルミンデスは北に向かいサカテカスを簡単に摂取したがこの地に富があることについては知り得なかった。このエリアは最初はただのフロンティアであった。1546年にはホアンデトロサはセロデラ・ブファから、 岩のサンプルを持ち帰り、このことが高濃度の銀と鉛を含有していることが分かるきっかけとなった。セロデラブファの麓にはすぐに鉱山採掘用のキャンプが設営された。サカテカソは当初、スペイン人による高級的な支配に強く反発したが、この地の鉱山の潜在性がヨーロッパ人がこの地を統治する意志を強め、1540年代に原住民は敗北した。 1548年に正式に鉱山採掘用のキャンプが設営され、ミナスデヌエストラセイニオラデレメデオスと呼ばれた。1548年に発見された最初の銀行脈がサンベルナベ鉱山よりが発見された。同じようにしてアルバーダデサンベニとベタグランデパヌコなどでも発見された。このことで多くの人々がサカテカサスに押し寄せた。居住区は、 ヌエバエスパーニャで最も重要な都市の一つに成長し、1550年に、キャンプは、教区となり、1585年、ウィノーブル、ワイリール・シューダ・デヌエストラ・セイニオラでソカッテカスという、使命で、フェリペ2世からの紋章を受け取り、姿勢を宣言した。鉱山開発の成功により、原住民が働きにやってきたり、黒人奴隷が労働のために輸入されたりした。鉱山キャンプは、 アロージョデラプラカの方向、現在のマヌエル・イガルド通りの下方に沿って南側に拡大した。植民地時代から続く最も重要な鉱山の一つがエルエデン鉱山である。1586年セロデラブーハで創業が開始された。鉱山は主に金、銀を算出し、算出された時期は17、18世紀である。1960年に 鉱山は閉鎖されたが、1975年に観光用として再びオープンした。16世紀末までに町はメキシコではメキシコシティに次いで2番目に重要な都市となり、鉱山で得られる収益により、スペイン王国はヨーロッパで最も強大な力を持つ国の一つとなった。町の重要性としては鉱山だけにとどまらなかった。 ヌエヴァ・エスパーニャの修道院の騎士のほとんどが修道院を作り、そのことで町は福音伝道の重要な中心地にもなった。1558年にフランシスコ会、1576年にセイヤ・ウグスチの修道会、1604年にドミニコ会が進出してきた。現在のカリフォルニアやテキサスへの宣教師の多くはサカテカスからやってきていた。 植民地時代の終盤、鉱山によって生み出された富が、重要な宗教施設や、一般的な建造物を建てる資金となっていた。建設のピークは18世紀であった。それらの建造物の一つが、1796年に建てられたコレヒオデ・サン・ルイス・ゴンザガである。1811年4月15日に起きた反乱で、サカテカスは、イグナシオ・ロペス・ラヨンによって占拠された。 独立ゴマもなくして町は新しく設置されたサカテカス州の州都となった。サカテカス銀山の存在によるかつての繁栄を伝える歴史的な町並みが世界遺産リストに登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。